もうちょっとつけるか。だるま胃袋にされたな。だるま。あ、キュッキュ言ってる。あった。あ、見えた見えた。だるま。煙が中から出られるのだ。お、いいじゃん。Thank you.
こんにちは、長野インターネットフェスと申します。あ、こんにちは、舞和太鼓の井上明子と申します。井上さん、今、どんど焼きの前で、はい、太鼓とそれから大きな柿の上、はい、素晴らしかったですね。あ、ありがとうございます。あのこれ地元の私が愛、はい、ターンで入ってきた地元の浪江のほんやり様という、はい、あのどんど焼きになるんですけれど、ほんやり様っておっしゃるわけですね、はいはい、そうなんです。私もあの言われとかは誰に聞いてもあんまりはっきりは分からないんですけど、はい、あの門松を元に作るあのどんど焼きなんですけれど、はい、今願い事などあの、はい、神様とあのにあの何かお願いしながらあの火を入れたところです。アイターンでこちらに来て何年ぐらいになるんですか？あ、それでもあの浪江に来たのは1年、はいはい、であの南信州では、今年が、2年3年目になります。はい、そういう中でこう地元の行事にこう参加されて、そうです、ね、中のその人気といいますか、ありがとうございます、注目度が高いと思うんですけども、はい、どうでしょうか、アイターンしてみて。そうですね、あのもうとにかくあの、まあ、いろんな地域があると思うんですけど、私、はい、まあ、いろんな流れであの太鼓が打てる場所を探してまして、この、はい、浪江の地域行きました。あのすごくなんでしょう、冬はもちろんあの今年は、ね、雪が少ないんですけれど、雪も多くて、あの寒い地域でもあるんですけれど、もう緑も豊かで美しくて、あの別荘地にもなるような場所で。そうですね、はい、なんか今日あの子どもたちが集まって、傘回しっていうんですか、 あ、はいはい、あれやってるのを見たら、お宅へちょっとお邪魔させていただいたんですけども、あ、はい、結構県外から来られた方多かったのでびっくりしたんですけど。そうなんです、あの山村留学で、はい、あの来ている子どもたちと、それから、はい、地域も浪江が好きになって、はい、外からあの移住された方結構いらっしゃって、はい、あのそういう環境なので、私もすごくあの温かく迎えていただいて、今あのまだ1年なんですけれど、あのずっとこちらでお世話になれるなというあの心持ちでいるところです。これからも太鼓を叩きながら浪江の地域で生活されていくんですか？あ、そうですね、あの私太鼓や踊りは、はい、あのプロでやってきておりまして、あの東北であの9年ほどプロ活動をしてから、はい、あのこちらに来まして、はい、であの今はソロであの始めていますが、はい、あの多くのお客様や地域の人にあの誇りに思ってもらえるような、はい、あの自分になれたら嬉しいなと思っています、はい、今すごい人気でしたよね。ありがとうございます。あの太鼓にはなんかこうどういう意味があるんでしょうか、今日やっていただいたのには。はい、あの東北で長くいましたので、はい、あの東北の南部神楽というんですけれども、うんうんうん、その南部神楽の歌をあの使わせていただいています。もともとはあの神様とあとお祭りを始める合図の歌と、太鼓なんですけれど、はい、それをアレンジして、今は浪江の誇りとか、それからあちむらの誇りであるとか、昼神温泉の、誇りであるとかっていうのを歌に乗せて、歌わせていただいています。はい、そうですか。今後の予定はどうなんでしょうか？そうですね、今後はあの今はあの教室をたくさん持ってまして、はい、教室を、ま、あので教えながら、うん、あと昼間というか、そうですね、定期的に昼神温泉で、はい、あのお仕事をいただいたり、名古屋でお仕事をいただいたりしていまして、そちらの方で、あと浪江でも、はい、あの観光があのたくさんありますので、はい、浪江でもお仕事をいただきながらあの暮らしております。この地域、まあ、あちむらの中に入るんですかね？はい、そうですね、こちらあの、浪江、平成の大合併で合併しまして、はい、今あちむら浪江となっています。もともと浪江村だったんですけれど、はい、なので村としてのあの地域の、団結と、あとはあちむらとしてのその幅の広いあの地域の豊かさというのがあると思います。この横下がったところに浪江神社っていうのがありましたけど、はい、すごく立派な神社ですね。そうなんです、浪江神社すごく立派で、まあ、ちょっと今だとピンとこないんですけれど、はい、あの後醍醐天皇のお孫さんが、うん、あの亡くなったという、 あのいう伝説のある場所で、あの一応宮内庁にそういうあの
親王が亡くなった墓地として、はいはい認定されて守られているんですけれども、宮内庁ゆかりの地ということなんですね。そうなんですね、はい、で多分かつての人々にとっては天皇とか親王というのはものすごい高みの方だと、お目見えすることもできなかったような人たちだったと思うので、はい、そういう方がこの地で亡くなられたということを、地域では大事にされています。なるほど、はい、そういう意味ではなんかすごく活気のある地域に見えるんですけども。そうですね、今阿智村そして浪江はもともとそうなんですけれど、星でとても星がよく見える場所として有名になっていまして、浪江さん、はい、確か満天の星空でしたっけ。あ、そうですね、ヘブンソノハラナイトツアーでも、はい、実は星のガイドをさせていただいております。どちらもなんでしょう、ご案内して、お客様にお話をする仕事として両方両立してやらせていただいています。なるほど、はい、で、はい、で画期的に見えるかもしれないんですが、阿智村本当に今再出発というか、これから新しい人をもっと若い人に移住していただいて、村をもっと楽しくて豊かな場所にしていこうってしている最中ですね。そのように今伝統を大切にされながら、なおかつ新しい、人たちが、若い人たちがこの村とか地域に集まってくる、そんな感じがしますね。そうですね、でもまだまだなので、はい、ぜひ、この本当に私もともとは都会である仙台であったり、はい、はい、あとですね、出身はなんとコンビナートの四日市市なので。そうなんですか。はい、やっぱりこの豊かな、そうなんです、美味しい水と美味しい、野菜、はい、それから豊かな自然、こんなに贅沢で豊かなことはないと私は思っていますの で、うん、で特に私たちみたいなアーティストとか芸術をやられる方はとってもいい場所だと思いますので、ぜひ若い方で浪江っていう場所ちょっと気になる方いましたら、ぜひ遊びに来て移住の一つの候補にしていただければと思います。いろんな魅力があるということですね。はい、本当にあります。ありがとうございました。はい、また明日からもよろしくお願いします。はい、また明日もよろしくお願いします。